はい、どうも、こまみれです。えー、今日はですね、このカルディアの話ではなく、えー、このスプールの話ですね。えー、なんか、その今回ね、ルビアス買った時には全然気づかなかったんやけど、えー、カルディア買った時にね、あの、あっと思って気づいて、これなんでなんやろうと思って、台湾に問い合わせてみたんですよ。まあ何かっていうと、このスプールの形状、わかりますかねよいしょ。映れ。 ちょっと暗いかな。このスプール、ここの部分が分かりやすいですね。あの、この台ワのね、小型のスピニングリールって逆テーパなんですよ。逆テーパって何ぞやっていうと、この、まあ、なんだろう、この面というか、ね、このスプールの形状ですね。うん。 えー、まあロッドなんかでテーパーなんてよく使われますけど、まあリールのスプールにもテーパーという言葉が使われまして、うん。例えば、糸を巻くときだったら、えー、ほら、こう、糸が放出されるわけですよ。だから、ね、こうセ、セットしたときに、糸がね、あのキャストしたときに放出されるわけじゃないですか。当然、えー、よいしょ。上に行けば行くほど、 角度が急になるし、ね,ね下になればなるほどみたいな感じでねあのここのねスプールエッジにぶつかる角度、糸の放出の角度ねが、えー、緩やかになるわけですからその順テーパあの、順テーパっていう下がこんもりね下からこうなっとる時ときあとあとストレートストレートのテーパ上も下もまっすぐっていうのとあと上が あのこ,うこうなってる逆テーパーっていうね、こういう糸の巻き方の,あの方法があるんです。うん。まあ基本的にリールに関しては、まあストレートか、えー、逆テーパーがいいっていうことがあの言われとるんです,だそうです。そうですよね。あの、こっちに糸がピーと伸びとって、ね、こっちの角度がきつくなっていくわけですから、ね、こっちを、ね、こうう角度つけることによって、スプールエッジにぶつかりにくくなる。 で、あの下の場合は、あの少ないかもしれんけど、あの幅があるんで、ね、ロングストロークスプールなんかもそうじゃないですか。ね。島ノとかで言っとる。このスプールの幅が長いやつ。うん。それとかも結局、その、長くすることによって、角度を広くして、スプールエッジにぶつかるってことは、えーね、あの摩擦が発生して、まあ、多少なりとも糸にダメージが与えたりとか、あと、飛距離の低下ですね。 うん、そういうのがありまして。けどね、このね、島のは、ま、全部まっすぐなんですよ。綺麗な、本当に綺麗な、スドーンとしたストレート。台湾に関してはこうやってね、あの、逆テーパーになっとって。で、聞いた、あの台湾に聞いたんですよ。これなんでって。うん。これなんでっていうのと、あとそうだな。えー、なんだろう。このスプールが逆テーパーなんだったら、じゃあ糸巻くときも逆テーパーの方が、 えー、正しいんですよねみたいなこと聞いたんですよ。だからそうですよね。せっかくこのスプールがねあの逆テーパーでこう作ってあるのにねあの糸を巻く時にストレートにしてしまったらあの結果的に上の方が糸少なく下の方が糸多くなるわけじゃないですか。ね意味わかりますよねこういうものに対して均一にまっすぐにするってことはね下の方に下の方をちょっとかさ増しして上の方を減らすってことだからさ。 ね。それもそれでなんかね、多分問題ないとは思うけど、面白くないじゃないですか。うん。で、これなんでって聞いて、で、なんでって聞いて、あとね、あの、本当にその、テーパーは逆の方がいいのかっていうことを全部台話に聞いたんですよ。うん。そしたら台話から、まあ一応もちろんね、あの、回答が来まして、まあ読むとね、あの、日頃より弊社の,あの商品ご愛顧いただきありがとうございますと。 小型汎用スピニングリールにつきまして、一斗巻きの形状はわずかに逆低パになっていた方が、PE ラインご使用時にライントラブル、かっこバックラッシュを軽減させることができますので、調整用のワッシャーをご使用いただくことをご検討いただく、いただきたく存じますと。うん。ね。あの、PE ライン。 でも、いい切っとるから、まあ、ナイロンとかフロールに関しては、まあ、糸が太かったりするから、あれなんでしょうね。でも、やっぱこういうフィネスカスタムのモデルとかって、海とかでさ、P ライン使って、えー、アジとかメバル、まあ、アジはわからんけどメバルとかさ、ね、あのー、そういうとこでやるからさ、ね。だから、あの、まあ、調整用のワッシャーなどを使って、まあ、このスプールに準ずる感じで逆テーパーに巻いた方が、多分細かったりするからでしょうね、P ラインは。 0.75とかやったらめっちゃ細いじゃないですか。まあその兼ね合いもあって逆テーパーの方がいいんだよっていうね、うん、回答をいただきました。ただし、ね、ここから続きがあります。ただし、えー、お使いいただくアングラーの使用方法によっては、まっすぐの形状でもトラブルが発生しないこともございますと。ですので、一概には、その、ね、逆でなければいけないっていうわけではないと。うん。 を、あの、お、あの、お詫び申し上げますとともに、えー、ご利用していただく、いただきたく思いますっていうことで、うん。まあ、あのー、でもここでね、あの、この、純テーパーというかさ、こう、この角度のテーパーのことは触れとらんから、それはまずダメなんでしょうね。ただ、その、まっすぐでも使えるけど、まあ、製品として、ね、あのー、ね、基準、大衆が使う製品としてね、汎用リールなわけですから、ね、みんな扱うんだったら、この逆の方が、 P ラインで使う場合は、えー、ね、抜けが良くなる。スピニングリードのバックラッシュはありますからね。うん。結局ね、あの、クロスラップなんか採用しとるからね、ボワって糸が出てくるわけですよ。ねテンションが、テンションが緩い状態で巻かれるとね、キャストした時にボワってなるじゃないですか。ね。そういうのが発生しにくくなりますよっていうのと、あと、ね、まっすぐでも問題ないっていう。なんかその逆テーパがあんまり好きじゃないっていう人も中にはいるんですよ。うん。 まあ好みの問題になってくるんですよ。じゃあ、それだったら真っ直、まっすぐも、あの斜め、あの逆低パが、えー、基本だけど、まっすぐでも問題はないよっていうのが台話の回答らしくて。うん。ええー、と思ってさ、今までこのね、あのー、なんだろう。気にしたこともなかった。<laughs> うん。なんか気にしたことなくてさ、ああ、なるほど。こういうね、あのー、気づかないところでも、なんか、 やっとるんだなーっていう。多分ね、書いてあるんじゃないかな台湾のサイトに。<laughs> 俺が読んでないだけかもしれん。<laughs> えーっとね。ABS スプールだったっけ ?ARC だ。ARC...ARC スプールだったっけなんかそんな名前じゃなかったっけ台湾のやつって。ARC スプール。うんうんうんん ?ARC って島のか。台 <laughs> 湾の、イワのスプールって何やったっけ 題は、えー、スプール。あ、適当にルビアスとかのサイト見えないから。らルービアス。ちょっと画面を映せないのが申し訳ないんですけどね。どうせあるでしょう。俺が呼んでないだけやろ、きっと。えー、っとね、あ、ロングキャストスプールだ。ロングキャスト ABS。うん。えー、っと、ABS2 の、えー、接触抵抗を減らす思想はそのままに、接点を前に出すことでよりスムーズなライン放出を実現。 リング、リング部が前方に出た効果で、リング上の上にラインが乗りにくくなり、えー、従来の ABS2 以上に約5%の飛距離アップとトラブルレスを向上させた。まさに、えー、LC、ロングキャスト、えー、を実現する次世代の、A えー、っと ABS スプールであると。一応この写真はね、なんだろう。 逆テーパーになっとるね。ああ、なってないか。LT だから。ルビアス LT2500 の写真使っとるから、やや、うん。やや斜め撮とるけど、2500番でも。やや斜め撮とるけど、ていうのなんか写真でパッと見た時にこれを、なんか逆テー波になっとるって気づく人は、なかなかおらんやろな。<laughs> まあだからね、あのー、まあせっかくなんで、この機会に皆さんも、えー、知っていただければと思います。 うん、多分大型番手に関しては糸が太いからなんかそんなになんか気にする必要はないんじゃないかなどうなんだろう、まあ、でかいでかいあの4000番とかのあのー、ダイワリールを持っとらんからなんとも言えんけどうんこういうところにあれだねちゃんとしたあのー、企業のテクノロジーってのが隠されとるんやねはいなんでねあのー、まあこれからもうねあのー なんだろう、ねあの、外ではね何だろう、釣りのシーズンがねどこもかしこも開幕してますからはいあの、新しく糸巻く時はね是非こういうのを意識して、えー、やってみるのもいいんじゃないでしょうかっていう話でございました。はい、以上こマミリでした。